こんにちは、みかげです。今日はちょっと寝不足ですけど、頑張ってウーバーイーツやりましたよ。それでお腹空いちゃったから、今からご飯を食べようと思います。ご飯食べに来ましたよ。ガスト来た。何食べようかな。久しぶりにガストに来た。どれにしようかな。季節のおすすめ。季節これがいい。いただきます。ご飯が来た。美味しそう。海鮮丼お味噌汁もついてごちそうさまでした。美味しかった今がいっぱいなりました。明日予定があるので、これからまつげがちょっとなくなっちゃったんで、付け足してこようと思います。できます。無事にまつげ綺麗につけてもらってきました。今夜は美容室も行きたいと思います。明日の予定なんですけども、実は久しぶりにタトゥー彫りに行くんですよ。明日明後日って出来上がったら動画で紹介しようと思います。 Uber Eats 終わって帰ってきましたよ。近くのセブンイレブン。皆さん、タトゥーとか入れ墨好きじゃない人もいるかもしれないですけど、どんなのが好きですか？私はアメリカントラディショナルとレタリングとリアルのタトゥーが好きです。カラーもブラック&グレーも好きですよ。よかったらコメント欄で教えてください。今日はこの辺で、また明日。